I'm Moraka and I'm excited to announce season four of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day to the things I wish would die, like buffets, all that and much more. Listen to Mobituaries with Moraka wherever you get your podcasts. 毎週火曜日のこの時間はカンベカネブミのブラッシュアップですさあ今日は今日朝刊開いて見てたんですけど、ええ、今日の新聞はかなり面白い記事がいっぱい出てるなーっていうそうですねあの電球中って こう意外とこうニュースがなかったりまあ僕も新聞記者やった時代もそうですしニュースの編集長やった時,、ええ、時もそうなんですけど、ええ、さあ特にその日に動きがないから何やろう、うん、ゴールデンウィークのにぎわいとかね、はい、そういうもの以外で何があるだろうっていう事前に思い だいぶ用意したりすするんですけどね、えー、今日の朝刊は、まあ、世の中に動きが起きているので非常にこう見応えがある、どの新聞もですねあのアメリカの銀行破綻の話から、はい、あオスプレイの配備、うん、水俣病の、うん、公式確認から67年で式典が営まれて、うん、長年の議論を経て無記名になったうん名前を出して、えー、記名して奉納してきたプレートを,、えー、を無記名にした。 まあ、あの差別を恐れて、えー、名前を出さない人もいて、うんえー、人数が少なく見えてたんですね、それを誰もがあ、それからミニ認定の人も含めて、えー、対象にしていくべきだという議論の中からでき、うん、出てきたんだということが、まあ、どの新聞も大きく、読売新聞もあの非常にいい記事書いてるなと思って見てましたけど、うん、新聞がね今日面白いんですよ。うんえー あのネットでニュース見る,見る場合にあの、例えば8つぐらいのトピックスが並んでますけど、そ,うですね、そのトピックスってこうと同じ枠になってるじゃないですか、うん、しかし、今日の新聞はどれ見てもこう扱いはいろいろ違うんですけど、コ、うん、スプレイがトップになってたり、水俣がトップになってたり、うんえー、大きな特集的な記事が並んでる。 はい、こういう日はですね新聞比べ読みするととても面白いので、まあ、コンビニなんかで一紙二紙買ってみてみるとですね、うん、紙の新聞っていいなっていう気がする日だなっていう気は今日とてもしましたね。う あのおすすめしたいいと思います、はいでえー、今回はあのやっぱオスプレイが非常に重要なニュースだなと思って、今日朝から新聞を見ていました、はい、佐賀空港への配備計画をめぐって、地権、うんえー、者で作る、えー、協議会が総会開いて、土地の売却を決めたと、でこれによって、えー、事実上の、えー、決定ではないかという形で、はいえー、取り上げられています。うん まあ、RKB の昨ののテレビのニュースでも扱っていましたけども、今日の朝刊はしっかりこう詳しく書いてるなという感じがすごいしましたね、うんまあ、例えばあの、個別にはいろいろあのあの報じられてはきてるんですけれども、はい、こうやって大きくまとめられると、その中に例えば、防衛省から20年間で100億円を受け取る着陸料で漁業振興基金を設ける、100億、うん、100億という数字がどういう数字かななんてことを考えたりもしますね。うん それからあの、えー、中国の活動が広がる中でですね、海洋進出が広がる中で、えええー、配備を求める団体が2021年に立ち上がったと読売新あ西日本新聞が書いたんですけど、うんえー、200人だった会員が今4倍に増えてるなるほどなと思います。それから賛成している方々では、隊員や家族が移住し消費が増えるのは大きいというふうに、 も話しししていいいる方がいらっしゃいました、うん、まあそれから一方、反対する人たちもしっかりいらっしゃってですね、えーえー、5回の住民説明会で配布された防衛省側の資料では機体の事故率に関する言及がなかったと、うん、おこれに対して姿勢がおかしいという批判している方がいらっしゃると地権、うんまあ、者にもいろんな方がいらっしゃるわけで、うん、ネット上の,あのこのニュース 歩ケビニュースで流したものがネットに流れてそこにコメントが入ったんですけど、うんえー、どこに行っても反対する市民派がいるみたいなことを書いてる人がいましたが、うん、地元の人たちですよねそ<ー>うらしですねあの反対しているのがあの都会的な市民団体、うん、えの人たちだと決めつけて考えている人たちが多いんだな、うん、まい、あ、都会には多いんだろうなと、うんえー、地方に行けば地方の暮らしがあってその中での悩み、はい こういった問題に直面した時の悩みがあって、いろいろな,、えー、な議論があって、うん、え対立が起きい、対立したくもないのにしたり、怒号、うん、があの飛び交ったなんていうあの記事もありましたけども、はい、非公開の会議ではですね、えー、まあそういう中で、苦渋の中で決まっていった、誰もがもう大賛成ですと言ってるわけではもちろんなくて。うん、あのー 例えば西、西日本新聞の解説,面解説の記事が出てたんですけど、この日は地権者の売却判断は積極的な賛成というより、世論や山口知事の要請に折れた面が否めないとも書いてましたね、うこういうことを書くと、やっぱり地元で地元のことを伝えるニュースというのは、本当に重要だなと思います。でネット上ではではすね例えば記記事事があの、まあ、本とと言われれる売却を決めたという記事、はい、それから その時にどんなやり取りがあったのかっていうなあの社会面の、うん、記事ですね昔三面記事っていう言い方をしますけど、はい、とさらに解説が、うん、記者解説があったりしますでそれがバラバラに出てくるんですよね、うんえー、そうすると解説を読んだ人はその分かるけど、うんえー、本気だけ読んだ人はただのストレートニュースのように見えてしまうんですね、うん それが例えば日曜新聞一面トップでどんと用地売却決定と書いていて、うん、その横に残る不安十分な説明をという解説がついている、うん、この一覧性が、ね、本当に新聞が神であることの意味なんですよね、うん、今日の新聞が、ね、本当に興味深いと思ったのはそういう点ですあのネットだけでは、ね、僕はちょっといつも物足らないんですよね、うん、探していったり、えーまあ、関連記事からたどっていったりする中で え相当漏らしていると思いますそれがこう見てすぐにわかるのはやっぱりもう僕ももともと新聞記者であることもありますがいいなと思います今日の長官はですね、うん、読み応えがありますで、トータルしてまとめていくとこういうことなのかって思うことがありますね、うん、例えばやっぱりあの水陸機動団佐世保市の、はい、機動団を南西諸島への輸送になるとそ,そして隊員は700人か800人が配置されるとか、はい、こういったまとめ いいくとととそういうことかと、うん、基地ができるっていう駐屯地ができるっていうことなんだと駐屯、うん、地を新たに開設するというのは果たしてその地域の地権者の方だけで多数決で決めていいものなんだろうか、うん、なんてことも考えますね、うんまあ、市長県,県知事が、まあ、OK をしてますけども、ね、これはあの一つの大きな拠点ができるということにでもあるなと。 でそだからこそ、日のチームの解説で残る不安、十分な説明をっていうふうに書いてるわけです。うん、まあこのあたり、私たち、まあ、すぐ近くで、まあ福岡、佐賀一帯の地域でもありますから、うん、考えるにあたっては、ですね長官のゆっくり紙で開いて、えー、ページをめくってみるといいかもなというふうに思いました。はいはい さて8時40分過ぎのキャッチアップではどんなお話を、えっと、またちょっとネット上ので起きてる、えー、騒ぎの話ですがスープストック東京をめぐる議論を取り上げたいなと思います裏、はい、裏には裏がある表ばかり見ていると羨ましいし恨めしいなら見てみよう裏側を。 聞いいてください裏話努力はきっと裏切らない裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して藤原日曜の裏 RKB ラジオで毎週日曜朝10時から放送ポッドキャストでも同時配信しています。